海外事業部で輸出などを担当しています原と申します。お願いします。よろしくお願いします。こちらのアコースティック担当の百瀬です。よろしくお願いします。お願いします。エレキ部門加工を担当します高取です。よろしくお願いします。まあ、うち工場ですので、この工場でやってる工程加工、研磨、塗装、組み込みという4工程ありますけども、一概にどこで音を決めるっていうことは難しいかなとは思うんですけども、やっぱり一つ一つ加工ではちゃんとした加工をする、研磨ではちゃんとした磨きをする、塗装では塗装の工程、組み込みには組み込みの工程、まあ、あらゆるところで楽器の音に対しての影響は出てくると思うので、一概に一つでは難しいとは思います。基本うち、ヴィンテージスタイルのパーツ、まあ、主にそういうものを使ってるんですけれども、後藤さんを結構使ってるんですけども、まあ、その工場で独自にうちオリジナルのパーツに変えてもらったり、ちょっとした工夫をさせてもらってるところは多少あります。さっきピッチを変えたりとか、そうですね、そういうことをしてます。市販されてるものとはないものを使ったりとか、ね、そうですね、プリッチのピッチとか、はい、まあ、それに対して、まあ、数多くあるパーツの中で、まあ、後藤さんの方が安定してるのかなっていうことありますが、まあ、やっぱり中にはお客さんでもこういうパーツを使ってくれないか、持ち込みとかもあるので、まあ、そういうものは臨機応変に対応できてるのかなとは思います。特注品とかに関しては、そうですね、お客さんのリクエストする、そうですね、パーツを使って、はい、でも当然ありますけど、はい、まあ、基本的にはヴィンテージスタイルのもので、工場で選定したもの、開発したものっていうのを使ってます。をメインに使ってます。はい、使ってますね。うちの製品では、同じ市内にあるピックアップメーカーさんと一緒に企画して作ってるんですけども、まあ、こちらの方で企画したものをそちらのピックアップ工場、ピックアップメーカーの方で作らせていただいてるんですけども、最も最適なピックアップ、まあ、ストラトならストラトの、まあ、ヴィンテージに対してのちょっとしたものをこういろいろ独自に開発しながら、こういうふうこのマック数がいいんじゃないかとか、そういうことを営業と話し合って使っています。まあ、ピックアップはそのうちの施設で作ってるわけじゃないですけど、そうですね、工場が同じ市内にあるので、一般に連絡を取り合っていろいろ細かく対応してくれてるから、こちらの要望に対していろいろ向こうからも提案があったりとかね、はい、そうやって作ってますよね。そうですね。あと模状とも使用されてますが、はい、それについてもよろしければ、はい、模状トーンに関しては、楽器使用なり、そういうちょっとした特注関係、小モデル関係では、はい、最近ちょっと模状トーンを使わせていただきます。こちらももう非常にいいピックアップなので、ちょっとおすすめはできると思いますね、うん、いろんなバリエーションもあるので、リプレイスメントとかでも全然応用が効きますので、うちの会社でも非常にいい評価を得てます。はい、ありがとうございます。トーンさんも結構細かく対応してくれるので、うちからいろいろこういう仕様のものを作ってくれとかっていう特注のピックアップを作って使ったりとかっていうこともしてます、ね。赤松ギターは、今この松本地区で、環境問題になってるんですけども、松枯れ松食い被害ということが大きく、社会問題になってます。まあ、赤松の林が松本市にすごく多いんですよね。多いんですけど、まあ、津久井町の被害が
被害量がとても多くて、多くの木が毎年枯れてしまっているというような状況にあるという、はい、いうことです。その中で、まあ、営業の、なんて言ったの、ここ、まあ、とあるスタッフが、そうですね、スタッフの方が、提案してした人がいるんですよね。そのたまたまその土地の管理者をやっている人がいまして、経理部長の佐藤という方なんですけども、その佐藤がそのちょうど自分 の, その土地の管理区のですね、松林がその伐採、枯れて木がですね、何本も切られてしまっているという状態になってたので、それなんとか使えないかという話をこう打ち込んできて、それがきっかけでしたね。そうですね。きっかけで最初でもそれでその伐採の現場に立ち会いに行って、実際にその切られた木をこう何でしたっけ、木を切るところ、製材所持ってって、それを板にして持ってきたというところですね。最初はどう思われましたか？最初は なんだろう、まあ見るからに今までと違う材料を使うもので、これは本当にギターになるのかなと、楽器になるのかなと思いました。ただまあやっぱり材料を見ていくうちに、いろんな方と社長なり、工場のみんなと相談しながら、材料を見てこれをいかに楽器にしていくかっていう、まあ面白さもありました。普通ギターに使う材料っていうと、大体その海外から仕入れたものが多いですよね。そうですね。で、そのあんまり節とかがない。うん。そうですね。ないものが多いですね。それと真反対、正反対だ。はい。まあ、エレキローってほとんど針葉樹って使わないんだよね。そうですね。あ、そうそう、針葉樹自体も使わないっていうことですかね。ああ、そうです、ね。だから、その針葉樹で、柔らかいっていうのが欠点で、はい、結局その、やっぱりリスドベだとか、はい、スタッドのそのね、結局そういうところをやっぱり工夫していかないと、まあ、そういういろんな工夫宿泊しながら、そうですね。あとは節だとか虫穴ですよね、うん、そういうものをいかにこう見せるギターにしていくのか、この節をどういうところに持ってきたらかっこよくなるのかっていうのをこうイメージしながら気取りをしていく、そういうところがちょっと難しいんですけども、面白みがあるところなのかなと、まあ、一本一本木目も変わってきますので、それをナチュラルに見せるっていうところで本当に一本しかできないギターができるのかなっていうふうに思いました。あれ、最初塗装で隠すっていう意見はなかったんですか？そうですね、それはもうなかったですね。なかったですか？もう見せようと。あ、もう簡単にもう初めからもう初めから見せていこうと。花も多いし、うん、その隠すっていうよりかは、それをそのまま満たしていこう、デザインとか味というか、味というか、そういう感じで、うん、というところからもう初めからスタートしたんですね。そうですね、音も本当に良かったし、ただやっぱり針葉樹なので、そういうビス関係、強度を持たせないところにはそれなりの補強を入れて使っていこうと。そういう補強なりは楽器なので、十分長持ちしたいというイメージ。じゃあジョイント部分とかやっぱブリッジのところとか、そうですね、主にそういうところもあるし、あとストラップピンなど、あ、やっぱりそういうところ、力が大きく加わってしまうところですかね。そういうところには、なんと補強を入れて出してます。うちの工場は木取りから、全部一本一本材料を見ながら加工していきます。その中で作っている工程で一本一本木の状態を見ながら、っていうことができるのがやっぱり強みなのかなと思います。
っぱりあの木なので、あの時間が経てば来るってきますので、それを極力あのなくしながら一本一本調整をしていきながら、うんね、作っていけるっていうところはそうですね。同じ木だけどもやっぱりあの硬さなり、うん、そういうものも変わってきますので、うん、そういう面ではあのその木に合わせた加工のスピードなり、うん、そういうこともあの、うん、できますので、そういうところがいいところなのかなと。うん、でも特にそのエレキの根っこに関しては、うんそのね、今その機械化されてきて、その NC でやっぱりもう根っこでも1日で形になっちゃうっていうところが多いんだけども、他のメーカーだとそういうところもあるということですね。うちはあえて、まあそのうんうん、手作りということでその時間をかけて、だってその1日でできるものをまず今1ヶ月かかるの。そうですね、1ヶ月くらいかかりますね。で、木取りから始まって形になるまで1ヶ月くらいをかけて、その、うん工程を一つ進めるごとにこうあの、なんですかね、放置して、その狂いを、まあ、クルクルだけ狂わして、そこで狂いを抜いて次の工程を進めるっていうような形で、うん、だから結局その1ヶ月かけてその根っこを作るから、うん、あそこはその問題が出ないんで、うんうん、加工の途中でもそうやって寝かせてシールリングという、まあ、シールリングという言い方が正しいかわからないですけど、ちょっとそういうあの気をわざと動かせて、その後で進めるということですね。だからその効率的には非常に悪い。悪いですね。そうですね。効率という面ではその早くはできないかもしれない、うんうん。そしてはやっぱり効率というよりもその最終的にその、うん、あのトラブルのないものを作りたいということで、はいまあ、その特にネックなんかは、だってそのうちは結局その工場とその営業がもう一つになっている、はい、だいたいそのね、あの各メーカーといえばその生産なら生産だけのやっぱりメーカーが多いんですけども、まあうちの場合はその営業も一緒にその同じ敷地内にあるということ、だから製造から販売までを一手にやっていることで、まあ、あのいろんなその、ユーザーからの、その、ですね、いろいろこの要望とか、そういうものをすごくこうあの取り入れる、うん、何かその問題があった時も、まあ、非常にその対応が早いということの、まあ、利点だと思うんですけども、うん、確かにそのお客さんから言われたことがあのすぐにその工場に伝わるので、あの問題、例えば何か問題が起こった時の解決も、まあ、すぐにこう直してもらったりとかっていうこともありますし、まあ、あとそのフィードバックというかあのお客さんの意見っていうのが比較的制作者に伝わりやすい環境なのかなというふうに思います。そうですね、あのうちの場合はその長持ちがする楽器ということで、やっぱりあのですかね、やっぱりあの一つ一つの工程を本当にその、正確にあの作ることと、だからあとはその、楽器が丈夫であること、だから楽器だからそのやっぱり音もやっぱりついて回るものですから、だからあの まずその音を重視の上でのその強度というもの、それをあの重点に置いてその制作してるんですけども、だからさっきも話したみたいにやっぱりあのネック一つの加工にしてもやっぱりそれだけ時間をかけて、あとあとやっぱりその問題が起きない、クレームが少ない、長く使ってもらえるものとして、ね、長く使ってもらえる楽器として、うん、うちの方ではあの工場とあの乾燥機を持ってます、うん、乾燥機やっぱり木材
なのであの乾燥というのはギターの加工にかギター木材に関しては加工がものすごく重要なのと乾燥がものすごく重要なのであのそれに対してやっぱり工場でその木の乾燥具合を見ながら加工できるっていうのがやっぱり一番いいんですかね。ネックにしてもボディにしても指板にしてもやっぱり乾燥が悪いと後々の影響、やっぱり水分を持ってたりすると、あの木がまたその製品になってから狂ってくることもあるので乾燥がすごく重要なんで、まあ、特にうちの場合だと本当に板の状態から仕入れて、形にする前に全部一つの場所でやってるので、その剪定から乾燥からその木を切るところを選ぶところからって全ての工程で、何ですかね、そう選ぶところからその板作りが始まってるというか、その乾燥でいっても、はい、その、はい、その材によってその硬い材、まあ、例えばその指板のエボニーだとか、まあ、そういうものの乾燥と、またはあのアコースティック その針葉樹のトップ材とか、その材質によってもう乾燥の仕方っていうのが全く変わってくるんですから、だから、その用途というかその材料に合わせたやっぱりその乾燥の仕方、そのやっぱりそのどういう温度で、ね、どのぐらいの時間をかけて乾燥させるとか、まあ、それはやっぱりその、材料に合わせたその乾燥だから、針葉樹とかそういう、ある程度その高温で早く乾燥できるものがそういうものが一応まとめてこう入れるとか、あとはまあエボニーだとか例えばそのハカランダだとか、そういうまあ、ローズ系ですよね、そういうものの、まあ、乾燥っていうとまた、低温でその長い時間をかけてやるとか、それとあの最近その乾燥機のその何ですかね、性能が良くなってきて、昔はその、業者さんに任せてやってたんだけども、なかなかあの特にその分かりやすいのがメイプルなんかを乾燥して、その乾燥し終わってこう木取りをするときなんか、こう普通の乾燥機だとこう何ですかね、あの応力を与えてこう締まってきたり、だからその、引いていくときにこう狂いが生じるんだけど、今の乾燥機ってのはかなりそういう応力なんかもこう抜けて、そんなにそのなんていうかな、その職場で引いても、もう閉まったりなんかしない、そういうあれですよね。だから特にその最近のその乾燥機のその発達でかなりやっぱりその精度の高い、加工ができる、そういうのがありますよね。また最近ですと、まあ、ディバイザーは和材です。和材の桜ですとか、土地とか、まあ、そういういろんな材を近年特に使ってますけども、そういった今まで昔は使ってこなかった材だと思うんですけども、そういったものをこう加工するにあたってこう気をつけている点とか、そういったものありますか？そうですね。まあ、まず第一に日本にもギターで使える木材があったっていうのがまずびっくりしました。まあ、やっぱりそのギターの材料っていうと本当に海外が入れるものが今までその主要な材料として伝統的に使われてきたという面があると思うんですけども、まあ、それに代わるものとして、まあ、日本で採れた、日本です。伐採された木ですとか、そういったものをこう最近使っていると思うんですけども、例えばアコースティックギターを作るときにそういったものを木を使ってこう苦労する点とかっていうのはありますか？そうだよね。最初はその桜が一番先にも、桜も国内の材料で使ったのはやっぱり桜であって、で、まあ、その桜を使うにあたってまずその今試作をしてみようと、まあ、一本作ってみてその材料的に使えるのかどんな音がするのか、それをまあ一本作ってみて、まあ、乾燥とか
まあ、そういうものに関しては あとその狂いとかそれに関してはそんなに、まあ、確かにあの海外から入ってくるその何ですか向こうから入ってくる材っていうのはかなりこう大きいんだよね。あ、まあ、まあ、国内のギターの、うん、あの材っていうのはそんなにその、うん、の大きい材っていうのはなくて、うん、まああのアコミならアコミでの幅で、まあ、ギリギリ取れるっていうのが、うん、まあ、非常に多いもんだから、うん、だからそういう材っていうのはやっぱりあの狂いやすかったりっていうのが問題があるもんだから、うん、まあ、それが一番まあ心配で、うん、まあ、その乾燥から出たものをまず作って、うん、まあ、やってみて、まあ、あの一番先そのちょっと違うなって感じたのが、あの胴曲げをするときに、うん、あの本来ならその伸び縮みっていうのはそんなに少ないんだけども、うん、だその 国内の桜に関しては、うん、ある程度こう伸び縮みがその激しいというか、うん、だからこれはまああの球形の小さい材のまあ特徴でもあるんだけども、うんうん、まあ、それで結局その1本その試作品を作ってみて、まあ、音を出してみて、うん、だからなんかちょっと、うん、その試作品あのプロトタイプに関しては、うんうん、いまいちだなっていう、うん、最初はやっぱり、ね、そうね、だから、まあ、それを、まあ、そういうことで、うん、まあ、あのブレーシングの、形を変えてみるとか、まあ、位置を変えるとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、板数を変えるとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、あの2本目を作った時に、うん、まあ、これならいけるじゃないかと、うん、まあ、それとある程度その桜っていうのもその音的にもあんまり悪くないし、うんうん、まあ、いろんな意見がありますけども、ね、うん、あのメイプルとウォルナットの中核とか、そう、まあ、そういう意見とかあのいただいたりしますね、うん、聞いてると、はい、そうですね、エレキに関しては、もう本当に非常にタイトに、うん、うちの工場ではあの作っています。あの塗装が上がってから一本一本、そのネックにネックの寸法、ボディのジョイント部分の寸法に合わせて一本一本手作業というかこう機械を入れて合わせあの組み合わせをやってます、うん、すごくあのどうしても研磨とか初め作った時にまああのそれなりに合わせるんですけども塗装から出てきた後にやっぱり切りなのでこう縮んだりもするのでそういう面であの縮んだ部分に対してあの上がってきたネック塗装済みのネックをこう一本一本持ってきてでタイトに合わせながら切ってますね、うん、合わせてますね。そうですよね、一本一本ボディとネックをこう合わせて、うん、どれをどれにつけるかっていうことをその組み込みの前に決めるってことですね。そうですね、やっぱりジョイントもあの、うん、やっぱり隙間があるとちょっとねあのボディに対する音の伝達とか、うん、そういうのも重要なところに関わってくるので、うん、その中でやっぱり塗り塗装オイル塗装、うん、そうですね、塗装によっても厚みが変わるから変わってくるので幅が変わったりもしますよね、はい、その時にその前工程 あのボディ加工でこ あの塗り塗装になるからこれぐらいのありきりにしておいて最終的にありきりを切ろう、もしくはオイル塗装の場合には、うん、なるべくあのタイトに作りたいので、うん、あのちょっときつめに作っておいて磨きのことまで考えて、うん、組み込みにあの入った時になるべく隙間が開かないような、うん、そういうところまで気を使って、加工してますね。つまりはスポンと入るんじゃなくて、うん、ギュッと入るんだな。そうですね。そうですね。うん、まあ、本当にスポンと入るようにすれば、たあの組み込みの時にあの楽というか早くできると思うんですけども、うん、まあ、そういうことはせずに、うん、だからその何、ね、ただスポンと入るのと、はい、そのギュッと入るので、ほとんど全く変わっちゃうという。うん、そうですよね。アコースティックギターの方でもやはり。そうですよ、アコースティックギターの場合はそのあのダブテールアリビズ方式で、はい、まあ、やってるんだけども、うん、ただこれもやっぱりその、うん、すごくそのタイト、うん、でまあ、うち そのアコースティック その、セットのはあの、まあ、あの外国ではもうこれ主流、まあ、あのマーチンだとかみんなその、塗装が終わってから
最終的にそのネックセットをするというやり方をしている、まあ、あの国産では、まあ、国産というか国内ではそういうやり方をしているところっていうのは、まあ、ほぼないんだけども、うん、まあ、うちはあえてその後仕込みということで塗装から上がってきたものを、うん、まあ、その場合は結局塗装を入れる前に仮仕込みをして、まあ、塗装に入れるんだけども、うん、まあ、塗装から上がってきたものを改めてもう一度その、セットを確認して、うん、で、まあ、極力タイトで入るように、うん、まあ、まあ、これはどうしてそのタイトにしたかというと、ある程度その一番最初はやっぱりマーチンをやっぱり意識してこうやってきたんだけど、マーチンの場合は意外と何ですかね、セットする場合でもこう C クランプでこう簡単にこう接着剤つけてこう入ってくるんだけど、うちの場合は、まあ、そんなその C クランプではもう入っていかない、うん、だからうちの場合はジャッキを使ってるんですけど、うん、そのジャッキである程度こう、うん、きつく入ってくる、うん、ぴったりに作られてるから、うん、もうそれだけ強い力で染み込まないと入っていかないってことですよね。だからなぜその強くしてるかというと、結局その緩いとナーブ使ってる間にやっぱりそこが緩んできて、そのネックの置きだとかそういう問題がこう出てくる。それをやっぱりなくしたいために、まあタイトにして、そうですね、やってます。私もギターを売る方ですけども、やはりディバイダーの製品に関してはなんか丈夫でトラブルが少ないという、ね、はい、評判をいただいています。特にアコースティックギターですと、やっぱりそのボディの表面が膨らんでしまったりとか、ネックが廃棄するとかっていうトラブルっていうのは割とつきものというかだと思うんですけども、うん、まあ、そういったことが起きにくいということで、楽器検査とかは非常にまあ、お褒めの言葉をいただいたりとかはしてますね。これずっと、ね、今まで の、 私の続きみたいなもんなんだけども、はい、結局そのデザインするにあたっては、まずその長持ちをする楽器にしたい、うん、それでは今までその話したみたいに、そのネックにしてもそのボディにしても、まあですよね、やっぱり丈夫、やっぱりある程度 の、 その音量音質が良くての中での、うん、丈夫さですよね、まあ、そういうものをやっぱりまず第一に考えて自分のデザインをすると、うん、まあ、なんかそこに関わるところでさっきも話していただいたジョイント部分のこととか、うん、そういったところは特に、まあ、改良をして、改良というか工夫をして製品に落とし込んでます、うん、あとはそのネックの強度だとかね、うん、そうですね、ネックの強度とか、だから鉄心の入れ方にしても、うん、またアコギの場合はまたエレキと違って、はい、エレキは、まあ、放物線を描いたその、うん、鉄心の入れ方をしてるんだけども、うん、放物線でもやっぱりただのこう綺麗な放物線じゃなくって、そのエレキのネックに関しては、うん、まあ一番その、深いピークになる位置を変えることで、うん、まあ、より安定したネック作りをしていると、うん、でアコースティックに関しては一応防鉄心が入ってるんだけども、まあ、それはネックをサイドからこう、見た時にその中心よりも下に、極力下にチョークで入ってるんですよ、鉄心が、うん、でチョークに入ってるということは結局アジャストした時にその効いてほしいところに効くということで、うん、でまあ、一応チョークに入れる、うん、だからネックが反ってきた時に、まあ、アジャストしただけでその原稿調整、まあ、アコミの場合はどうしてもそのトップがまあ、季節によって膨らんだり、うん、こう何ですか、戻ったりっていうのがあるから、うん、まあ、ある程度そのサドルの調整はしなくちゃいけないかもしれないけども、うん、極力そういう調整がしなくても済むような
人たちの、まあ、一応ネックスクリエンですよね。そうですね、今、今日本で一番その楽器生産が多いっていうのは松本が一番楽器生産が多いんですけども、うん、はい、まあ、これはあの、なんですかね、ここはその湿度がそんなに上がらなくて、非常にその安定、その季節、あの、なんですかね、湿度が安定している、うん、だからやっぱりこの楽器作りにはこう適した、うん、あの、そうですね、年柄というか、そんなに雨も降らないんですよ、うん、比較的安定してるし、ね、うん、日本人の几帳面さですかね。うん、やっぱりあの作る側としてやっぱりしっかりしたものを作りたい、うん、まあ、楽器なので本当に長持ちするギターを作りたい、うん、そういう意識的にもやっぱ高いのかな、うん、意識が、うん、まあ、先ほど話していたことも通じると思いますけど、うん、あの、その隙間なくこうジョイントするとか、うん、あの、なるべく長持ちするものを作るとか、うん、というところ一つ一つに、まあ、その伝統的なものを、ね、伝統的というか、やっぱりその日本人の性格というか、はい、気質というか、うんうん、があるのかなというところですかね、はい、だから最近こういろいろその日本製が、ね、いいという、うん、その楽器に限らず、うん、はい、あの、まあ、そういう精度にこだわるっていうのが、まあ、昔から伝統的に、あの、家具とかそういう建設とかそういう木工の世界でも、あの、まあ、あるのかなということですよね。それが板作りにも反映されてるんじゃないかなと、ね、あの、この工場で作られた楽器、ギター、ベース、一度弾いてみて触ってもらって、ね、満足っていうか、うん、あの、演奏していただけたらなと思います。ぜひあの一度触ってみてください。よろしくお願いします。今あのうちの会社の社員、あの、従業員というのは、あの、全ての人がこの楽器が好きで、あの、専門学校出てきてやっぱりいいものを作りたいという気持ちで、まあ、今入って入ってきて、まあ、あの、制作に携わってるんですけども、まあ、あれですよね、先ほどもずっと話しているように、やっぱりその長持ちをするギター、やっぱりそういうことで、みんながその気持ちを込めてして、一つの工程を本当にこう気持ちを込めて作ってます。だから、楽器店に並んだ時に何かこう、あのですね、あのオーラを発するような、あの、ものにしたいという気持ちで、まあ、作ってますから、ぜひまたその、あの、楽器店で見ていただいて、まあ、手に取っていただいて、まあ、あの、我が社の精神の良さを分かっていただければ、嬉しいなと思います。